ございます。時間と動画に黒沢セリです。今日は7月25日、アスターの8時30分過ぎですね。仙台の新潟県っていう駅の近くにある梅橋さんというゲストハウスで僕たちお世話になっております。はい。鶴金星です。僕の。で、これが直江さんの鶴で、で、この辺に春春の鶴と、ちょっとなんか、あの菅野高尾さんのごめんなさい、はるかさん、なんか自分の鶴と菅野の鶴をこちらにすると怒るんですよ、はい、怒られるんです、はい、気持ちは分かります。あの仙台といえば七夕が有名で、8月7日に仙台七夕っていうお祭りがあるんですけど、あの多分それに向けて作ってるんですかね。そうですね、はい、なんかそれに向けて作りました。親父の方に勧められるというか、はい、で短冊も書かせていただいて、私は交通安全を目標にして、目標じゃないや、これ願いだ目標はい、交通安全をこの後福岡まで車で行って、で、大阪三重と行って東京まで帰るので、交通安全を心に、決めてやっていきたいと思います。昨日の仙台公演は本当に本当にすごく、ありがたい公演で、静岡とはまた全然違った作品になりましたし、アンケートもものすごい量が開示されて、本当に今あの機材が入力してます、あのウェブにこれからアップすると思うんですけど、本当にありがたいです。で、今日の14時に仙台 L パークスタジオホールでまた公演があります。当日券も出ますので、もし気が向いちゃったっていう人は、あの突然来ちゃったって言って来ていただいていいんですからねというわけで、洗濯が終わり次第これから劇場に入って公演の準備をしたいと思います。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。